皆さんこんにちは。今回はこれですね。バイク用のマルケジーニホイール用のリムステッカーです。これヤフオクで購入したもので純正ではないと思います。8枚ですね。フロントホイールに4箇所、リアホイールに4箇所、合計8枚入ってるものになります。パールホワイトのホイールなんで金色か。金色の文字が映えるかなと思ってこれを選びました。何度も言いますけど多分純正ではないです。そしてこちらがメインの前後ホイール分のリムテープですね。リムステッカー、リムテープ、どっちだろう。これ蛍光レッド、キラキラしてる蛍光レッドになるんですけど、今も赤いの貼ってるんですが、あれは直線のやつをね無理やり指で曲げながら貼ったやつなんで、10年ぐらい前に自分でやったんですけど、なのでちょっとあんまり綺麗じゃないんですよね。近くで見ると、遠目に見ると綺麗ではあるんですけど、なので今リムテープいろんなの売ってますので、ヤフオクでこれ購入してこれを貼っていきたいと思います。まずはこれ繋がってるのを全部1枚ずつこうハサミで切って貼りやすい形にしていきたいと思います。はい、1本ずつリムテープをカットしました。これでホイールのリムに合わせながら綺麗に貼りやすくなったんじゃないかなと思います。それではやっていきたいと思います。バイクの場所に移動。はい、バイクの場所にやってきました。車体についた状態だとちょっと貼り替えるの難しいのでバイクから外しました。こうやって見るとかなり歪んでいるのがわかります。それではこのリムステッカーを貼っていきます。当たり前なんですけど、リムの新しいテープを貼る前に古いやつを剥がすんですが、これがねもう長い間ずっと貼りっぱなしだったせいもあってかなり取れなかったですね。大変でした。ビニールがもう劣化しちゃってて、もうすぐねポロポロに崩れてすぐちぎれちゃうんですよね。映像のように指でつまめる状態に持ってくまでにまず結構時間がかかりましたね。しかも塗装が弱ってるせいか塗装もねポチポチ剥がれちゃうわけですよね。結構悲しいですよね。7倍速ですけど調子よく剥がしてたんですが、この通りちぎれてしまいました。こうなってしまうとまた指でつまめるぐらいこう剥がすのが大変なんですよ。いや、これ一回切れちゃうと結構大変。よし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 、ちょっとゆっくり行きましょう。いや、これ時間かかるわ。いや、なんとか4分の1取れます。しかしまだネバネバが残ってるんですよね。そしてこのネバネバがさらなる地獄なんですよ。この時点では剥がすことしか考えていません。はい、今回こういうデカールももうボロいんで取っちゃおうと思います。しかしながら取れないですね。脆いのに粘着力はしっかりくっついてるんですよね。しっかりくっついてるのはまあいいことなんですけど、剥がすこと考えるときついですね。いや、これは大変だわ。そしてやっとテープをすべて取り終わりました。今までご苦労様でした。ネバネバを取るのは赤いテープを取る以上に大変だったんですけど、とりあえずそこは今回割愛して全てネバネバも取り終えました。かなりリムの状態は綺麗になりましたね。塗装の状態良くないんですけどね。それでは晴れてステッカーを貼っていきたいと思います。まずはこのマルケジーニのロゴですね。こちらをローテーション通りに貼っていきたいと思います。対角線に2箇所ですね。左右に2枚ずつ貼ります。そうしましたらこのデカール文字を基準に赤いリムテープを貼っていきたいと思います。もともと曲線なんでかなり貼りやすいですね。はい、すべて貼り終えました。もともとに比べたらかなり綺麗に貼れてますね。遠目に見ると正直そんなにわからないんですが、はい、今映像のホイールは純正の16インチのホイールですね。そしてこちらが17インチに交換した後のホイール、やはりホイールは17インチホイールの方がタイヤが細いこともあって軽快な感じに見えますね。すごい車体が軽く見えます。色が白っていうのもあるんですが、今度はですねリアのホイールのリムテープも交換していきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。